ウクライナ軍が東部の村奪還、反転攻勢が新たな局面。防衛省防衛研究所の兵頭慎治研究幹事と大和大の佐々木正明教授が1日 BS 日テレの真相ニュースに出演し、ウクライナによるロシアへの反転攻勢について議論した。ロシア軍が展開していたウクライナ東部ドネツク州スタローマイオルスケ村をウクライナ軍が奪還したことについて、兵頭氏は反転攻勢が新たな局面を迎えつつあると分析した。佐々木氏はモスクワへの無人機攻撃について心理的な圧力を狙っている可能性があると述べた。プーチンのアフリカ諸国へ外交攻勢は西側が最も警戒すべきことだと思います。番組内でも指摘されていたマリの貴重な鉱物資源もありますが、アフリカ諸国がロシア寄りになることで同地域から武器弾薬や兵員の補充が可能になるかもしれません。それによって戦況を好転するかもしれず、またアフリカ諸国を味方につけたことで中東や南米、東南アジア諸国にもロシア寄りになる国が出てくるかもしれません。そうなれば中国からの協力もより堅固になります。すでに指摘されている通り、ロシアのオデーサ港攻撃の目的はアフリカ諸国への食料提供をロシア主導で行うことで同諸国を取り込む意図が強いと思われます。西側はこのロシアの動きを警戒し適切に対処すべきでしょう。それと番組内で出てきた8月24日はウクライナがソ連から独立した独立記念日です。ロシアに奪われた土地を全て取り返すという強い意思表示だと思われます。ロシア侵攻以降にウクライナの遺跡274箇所破壊される。ロシアのウクライナ侵攻でウクライナ地域の遺跡破壊状況が深刻だとし、国連教育科学文化機関ユネスコが懸念を示した。1日現地時間ニューヨークタイムズ NIT によると、ユネスコは先月26日基準でロシア侵攻以降に破壊されたウクライナの遺跡が274箇所に達すると明らかにした。既存を受けた遺跡は宗教遺跡が117箇所で最も多く、博物館27箇所、歴史的・芸術的建物98箇所、記念物19箇所、図書館12箇所、記録保管所1箇所なども含まれたとユネスコは説明した。先週ロシアのミサイル攻撃で破壊された南部港町オデッサの救世主経営大聖堂も破壊された主要遺跡の一つだ。オデーサは今年1月にユネスコ世界遺産に登録されたが攻撃を避けることができなかった。既存を受けた遺跡は東部ドネツク州に集中しているが、ウクライナ全域で被害が報告されていると NIT は説明した。ユネスコは報告された事件を更新力がある情報とクロスチェックして予備評価をし、武力紛争の際の文化財の保護のための条約、いわゆる1954年ハーグ条約に基づいて、さまざまな協力機関と各種資料や衛星写真などを分析して評価を進めていると明らかにした。ロシア黒海で哨戒艇へのドローン攻撃を阻止。ロシア国防省は1日 SNS テレグラムを通し、黒海でロシア軍の哨戒艇がウクライナ軍からの攻撃を阻止したと発表した。発表によると、ウクライナ軍は31日夜から1日朝にかけ、ロシア黒海艦隊の哨戒艇セルゲイ・コトフとワシリー・ビコフを水上ドローン、無人艇3隻で攻撃しようとした。哨戒艇はロシアが実効支配するウクライナ南部クリミア半島の港湾都市セバストポリの南西約340キロの黒海上で航行管理の任務に当たっていたという。同省は哨戒艇が通常兵器による攻撃で水上ドローンを3隻とも破壊し任務を続行したと主張した。 CNN はロシア側の主張の真偽を確認できていない。ドローンが勝つのは時間の問題で、従来の水上艦船が水上ドローンの脅威で出航できなくなると思いますよ。今のウクライナ水上ドローンは小型モーターボートみたいなものだけど、本気で軍艦を沈めようとすれば船底に魚雷を装着するようになるのでは。そんなのが3隻も近づいてきてホーミング魚雷を放たれたら、どんな艦船も撃沈される。アメリカの駆逐艦では魚雷に追いかけられたら全速で逃げて命中までの時間稼ぎをすると同時に全員退避の命令が出るそうです。
プーチンは国内の反乱再燃が怖くて攻撃できなくなっている。ウクライナ高官、ウクライナ軍の反転攻勢に対してプーチンは再攻撃を望んでいるが、国内で盛り上がるプーチン批判への対応に追われて身動きできない状態だと、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記はツイートした。ウクライナの政府高官は8月1日、ウラジーミル・プーチン大統領はロシア国内の反政府デモの広がりを恐れるあまり、ウクライナに対する再攻撃に踏み出せずにいるかもしれないという認識を示した。ウクライナのオレクシー・ダニロフ国家安全保障国防会議書記は1日、ロシア政府が2022年2月に開始したウクライナ侵攻に不満を抱くロシア国民の抗議に直面する可能性があるとツイッターで警告した。プーチンは当初、この特別軍事作戦が迅速な勝利をもたらすことを期待していた。だが同盟国からの数十億ドルの援助によって強化されたウクライナの予想以上に強力な抵抗によって、ロシア軍の目標達成は妨げられている。ここ数週間、ウクライナは現在ロシア軍に占領されている地域の奪還を目指して反攻を開始。すでに占領されていた領土の大部分を取り戻している。ロシアでは軍幹部の戦争への対応に対する批判も出ている。こうした批判の声は、ウクライナでロシア軍と共に戦った民間軍事会社ワグネルグループが6月に起こした反乱未遂事件で頂点に達した。反乱は最終的に失敗し、ワグネルの部隊はベラルーシに追放されたが、この事件は開戦以来最も直接的なプーチンの権力に対する脅威となった。反プーチンデモの脅威。ダニロフによれば、ロシア政府はその指導力に対する批判を将来的な脅威と感じており、それがロシア軍のキーウに対する第二次攻撃の実施を妨げている可能性があるとウクライナ当局は考えている。ロシア政府の現状は、さらなる反政府デモに対応する準備を急ぐ必要があるため、キーウに再度攻撃をかけたい気持ちはあっても二の足を踏んでいるというところだと彼は書いている。ロシア政府はこれまでのところこうした指摘を認めていない。昨年ウクライナ侵攻を開始したロシアは、まず首都キーウの制圧を試み、市の郊外で破壊行為を繰り広げ、民間人に対する人権侵害で大いに非難された。だが首都制圧の試みは失敗に終わり、戦闘は現在もウクライナの最東部に集中している。ダニロフはロシア政府に対するさらなる抗議行動がそう遠くない時期に起こる可能性を示唆した。ただしこれは第三者によって検証された話ではない。ペーストはチューブから絞り出されたとダニロフはツイートした。さまざまな不満を持つ人々による抗議行動がロシア各地で拡大している。ペーストは一旦チューブから絞り出したら元に戻すことはできない。この発言は2014年にプーチンがウクライナから併合したクリミア半島の親ウクライナ派住民と半島に駐留するロシア軍との対立が高まっているというウクライナ国防省情報総局GUR の報告に基づいている。高まる反戦の機運。一方、ロシアにおける7月の世論調査では、国民の間でウクライナ戦争に対する支持率が低下している可能性が示された。モスクワに本社を置く超党派の調査会社ロシアンフィールドが6月16日から19日にかけて実施した調査によると、ウクライナとの戦争継続を支持すると答えた回答者はわずか 45% で、ロシアは紛争終結のための和平交渉に参加すべきだと答えた人は 44% だった。世論調査はロシア全土から1604人を対象に電話で行われた。この調査では、ロシアが再び兵士を動員することになれば、和平交渉への支持が高まることも分かった。新たな徴兵を必要とする場合でも、戦争継続を支持すると答えた回答者はわずか 35% だった。ロシアの元大物実業家で亡命中のミハイル・ホドルコフスキーは以前、本誌の取材に対し、再び反乱が起きた場合、ロシア連邦保安庁 FSB 内部のプーチン支持は3分の1未満になるだろうと語っている。